ああ、じゃあ、それでは、はい、第10回紅白戦始めたいと思います。はい、皆さん拍手。じゃあ、スタートボタン押してください。ありがとうございます。はい。さあ、1P 側に座っているのは、アナキンさん、岡山帰り。岡山帰り、ほんと？さあ、2P 側は、白菜さん。アナキンさん、俺久しぶりな気がすんな。さあ、アナキンさんのチーム、結構強い。さあ、先方はテリー対ユリ。キャップさんの大好きなユリ。さあ、テリー。てか、これ、ユキさんのテリーもそうだけど、これ、また、これ俺じゃない？これ。その、強キャラ証明ができなくて終わりだと思うんだけど、さあ、アナキンさんどこまで頑張るかな？さあ、キャップさんの大好きなユリが、えいえい言ってる。えー、いうわーさあえー、いおっとなんか今スラッシュさあキャプテン大好きなユリがえー、いえいってるえー、いえー、いさあ胸じばりのミータ入って海洋拳だろさあえー、いさあガーキャンに切り返すさあアナキンさんちょっと苦しそうださあ遠距離 B バンガーキャンで詰められる？ケツが痛い。さあ、いい、うまい。さあ、さすがにちょっともう苦しくなってきた、テリー。ああ、苦しい。さあ、勝ったのは白菜さんのユリ。はい、ユリッチの V。キャプさん今にっくりしますよ、きっと。さあ、蹴出したい、ユリ。えい。さあ、アインシャラ NC アイムかなおまたお胸縛りのアッパーが出たかさあ勝ったのはアナキンさんの K ダッシュさあこれまた胸縛キャラが出てきた胸縛キャラのレオナさあキルさあ胸縛キャラばっかだなうわこれはちょいてうわちょいてさあ置き攻めはさあ裏回ってダメ足さあどうするなんとか切り返すガーキャムルからダメ足うまいさあ時間距離ガーキャムわ確定すげえさあアインシャラ入って勝ったのはアナキンさんの K ダッシュおさあこれますます胸チキャラだなこれさあカスミンが画面足に詰まっているさあガーキャンに切り返してダイヤシャバレさあ空中重ねてしっかり角換取って画面足うわー三元使ってきたさあ、真っ黒ちょっと減らないが置き攻めはさあ、展開早いもう体力ないぞ、かすみは。うわーさあ、噛み合うさあ、勝ったのは白菜さんのかすみさあ、これ、アナキンさんの対象ネームレス聖戦だが、ちょっと、かすみ側に体力がないぞ、これ。ただ、まあ、お父さんが呼べるから、まだワンチャンある。さあ、ガーキャン。詰めてうわーちょっと投げミスか今あー死んじゃったさあ変わったのはアナキンさんのネームですあーってか 2P 側のチームでデさんが出るんだけどこれ早いなデさんあーちなみに 1P 側のチームに今デ様がいるんでデ様対デさんが俺は見たいんだけどどっちのデが本物なのかまあとりあえずまあ始めちゃっていいっすよはいさあ、デさんのチーム、この前みたいにニコニコ受けを狙うのかあ、狙ってきたまたニコニコ受けを狙ってきた裏やしろなんか、すごいな、この人。これ、それ取っちゃったらもう、え、やばくないお、ハゲ飛んの。若きさ取らない。あ、ボンゲ中ボンゲあ、さすがに、
さすがに自重して、ここはチョイボンゲ。霞取ったら危なかったっすね。さあ、先方はテリー対ヨリエ。おう。あ、おっさん。さあ、先方戦、お、テリーの番、エンケルビー、クラック。はい、デさんが、はいはい、バッシュフラーして、さあ、コトスキー、お手目はジャンプシー。なんか結構、思い切ってやってんな。チャージン、あ、ダンク、お手目は、おう、この鬼焼きで返す。さあ、バッシュフラワー。ちなみにバッシュフラワー、バッシュフラー言ってるけど、バッシュ返すのとか今、俺の後ろにいる。タバコ吸ってるな。場所を変えた男が。さあ、そこで行ってるうちに、よりがもうクソ。遠距離でいじめられてるぞ、より。飛び出合戦、ああさあ、変わったのはアナキンさんのテリー。さあ、デさんの、これ、裏足が期待したいんだけど、俺。すごい期待したいんだけど。さあ、ジャンプ。おーっと続きそう。走り込んでしゃがむし。エンケルビー、お、長飛になってんのかな、おとなしくしてるよってやつかな、狙ってんのかな、お、狙ってんの、あ、来た来た来た、あー、間に合わねえ、 UM とは違うわ、98 UM とは違うわ、これ弱すぎる、この技。さあ、アナキンさん丁寧にいってる、ガクラッシュが溜まってきてるぞ、うわー、マジで投げの敵あんの、いや、そういうわけじゃないか、ぶっ飛ばしがまたさっきから。さあ、勝ったのはデさんの裏社。デさんのテンションがちょっと低い。さあ、裏社対アテナちゃん。さあ、逃げ回っている。画面下に詰まっちゃったよ、どうすんの。あ、出てきたか、ガンぶっ飛ばし、ああ、さあ、投げ入る、ほい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 。さあ、置き攻めは、おに暴れ、すげえ、あ、ビームでっけ。さあ、裏足はきつくなってきたが、一枚などがねえからな、このゲーム。一枚などってやれば結構いけるんだけど、あー、もう苦しそうだ、厳しい、これ、あー、苦しい。さあ、変わったのはアナキンさんのアテナちゃん。さあ、これかすみにしないでボンゲが出てきたよ。これ02ではよく見たカードだが、そう、逃げ回ってる、あ、ちょっと苦しくなってきた、あ、ミスった。さあ、美味しく砲撃締めて、お、ぶっ飛ばし、林入り込んでる。さあ、ピーチピーチ、かく乱している。さあ、かく乱してる、チョイガーはゆっくり詰めてる。さあ、結構うまい、お、スマッシュに来てる。そうそう、タイムアップが近くなってきたぞ。そう、疑似画面足。さあ、パナス、ここでさあ、ボードをかわす機が出て、このままガードでもいいんだが。さあ、勝ったのはデさんのチョイ。これまだわかんない、ただチョイボンゲがちょっとネイムスがかなりきついけど、ネイムスじゃないし、ケダシだし。てか、ケダシでもきついよね、どっちにしろボンゲは。さあ、アインシャラ、あー、苦しい、向こう4ゲージあるからな、4回もガーキャンできるし。さあ、しゃがみしあがれから、しゃがみしあがれ、強えな。さあ、サクシー、うわー、あー、デさん、ダメだった。サクシー、弱えな、このゲーム。この前もダメだったよね。さあ、ニピーガのチーム。さあ、次に出るのは、モアさん。はい。あ、カッパさんがいる。さあ、モアさん、またメリー、また、え？え？一番ネームレスとか言ってやばくないですか？そんなのやる人、俺とかだ、俺だけでいいっすよ、そんな。ほんと、やめましょうよ、みんな、そういうことは。
さあ一番ネームですといえど、これはメイリーが結構不利だぞ。さあメイリーヒーロー、なんか今前転が出なかったっぽいが、さあ試して、なんかぶっ飛びとか言ってた気がするけど。さあガメ足、さあこれ来た、さあ逆にガメ足いった、起き攻めは、はい、さあガキャン使う、削りに行っている、さあすごい連携出て、さあまたガメ足、ネームレス側が苦しそうにしている、起き攻めはしない、あ、相当走り込んだ。さあ、てかカウンターで入ってるし。さあ、勝ったのはモアさんのメイリー。さあ、これまた、K ダッシュ。メイリーがかなりきつい。実際なんか8人ぐらいだと思うんだけど、10センチが9以上ついててやばいんですけど、この相性。まあ、そうか言ってるうちに。あーでも切り返した、さあなんかよくわかんない連携でまたガメ足、危なかったか、ちょっと危なかったか、さあ崖に切り返す、さあ空中したら、さあヒーローブレイク、さあ走行できるうちに結構五分になってる、メイリー対ケイダッシュが、謎の発動が出て勝ったのはアナキンさん系ダッシュ。さあ裏ロバー、さあゲージを貯めている、ケダッシュゲージ貯めてるが、じゃんけんも入って、じゃんけんもどうすんの、あじゃんけんしない、さあ大バイス、置き攻めはお待たせ、今へ、さあ終わりにするぜ、ヘッド、さあ置き攻めはブラックブラック、ぶっ飛ばしでけえな。さあ変わったな、モアさんの裏ロバー、結構減らされた、よくわかんないうちに。さあ大将アテナちゃん対裏ロバー、で裏ロバーは結構アテナがきついと思うんだけど、さあビット使わせた、アテナちゃんのゲージがもうほとんどない。さあ勝ったのはアテナちゃんだが、これはゲージないぞ。さあ大将タクマ対アテナ、タクマ側はお、いきなり飛び道具勝負は、あタクマに分があるんで、あまあでも跳ね返しがあるけど、さあこの位置はさすがにきつい。さあ強気に、おお、さあ主攻拳早い、使わざるを得ない、あーしょ、あーもう苦しい、これチェスト、あさあ、勝ったな、モアさんのタクマ。さあ、できる。できるって、初期さんがお褒めの言葉。プロ直伝のお褒めの言葉。ちなみになんか、アルカディアに梅コラムってあるじゃないですか。あれに対抗して、初期さんもコラム書くべきですよね。初期コラムっつって。ちなみに、今回のアルカディアになんか、プロゲーマーの目指す場所とか言って、梅原がかっこいいポーズで映ってるんですけど、あれも初期さんやるべきですよ。プロゲーマーの目指す場所って。初期さんもやるべきですよ、あのポーズ。さすがに。どっちが本物のプロかって分からせてほしいですよ。ちなみにこっちのプロが先じゃないですか。あっちより。さあ、これ。え、これ、これ、誰なんですか、あ。サワちゃんと合体してたら、バネッサにミライトさんですね、HP 側。さあ、ラモン出てきた。ラモン対メリー。結構メリーいけるよね、今回。今回じゃねえや。昔から。まあ、でもこうなったら、さすがに。さあ、ネックチャンス。ネックチャンで暴れてるだけだ。が、チェスト、チェスト。ダヤシ。あ、すごい暴れ。毎回ネックチャン入れ込んでんの。お、手段が落とした。うわぁ、今度はこんな後で、こいつ、こいつ
わかったな、サワちゃんとガッツしてたらバネッサにミライトさんのラモン。さあラモン対ウラロバ、これウラロバがかなり有利だが、このラモン何してくるか分からないぞ本当に。さあノリノリだ。さあネクちゃん置き攻めは、おっそらファンセット。さあスライディングと龍神が相手に合っちゃってるし、さあウラロバが取り返す。さあかすみちゃんが出てきた。そう、じゃんけんはしないで。今じゃんけん漏れのジャンプシーかな。おっ後ろ身強い。さあ中段入って、逆にガナシいってるぞこれ。緊急シー強いが、さあじゃんけんポン。ああ、これはさあ勝ったのはサワちゃんさんのかすみ。さあ大将拓馬、かすみちゃん対大将拓馬。さあ貢献ゲシャメて、貢献あ入ってきた、あー危ないが走り込んでる、怖いぞこれ、お父さんあるから。さあ昇段客、さあ貢献、さあ危なかったか、なんとかここで無難に勝つ。さあ大将戦パオ対ウラタク、なんかウラタクいけるって話だけど、さあパオガーワンチャンからな、これパオガーなんか露骨にワンチャンしか狙ってなかった、開幕で危なかったし。さあ貢献貢献、うわなんでめくれんのあれが。さあ C 投げ、この位置はちょっと危ないよ、近距離でいい近距離でいい、こすってる超こすってる。さあ体力ない、もう中断、もう体力ない、あーこれは。さあ貢献どうすんのこれ、まだあるよ、どうすんの貢献。わっと、あーさあ勝ったのはサーちゃんと合体してたらバネッサにミライトさんのパオ。さあ2P側のチームは誰が出るんですか次。